今日は EF65 型電気機関車のテールライト点灯化をしていきます。まず、どこにでも売っているハンダ付け済みの LED を買ってきます。これを適当な長さに切って、選手の皮を剥きます。車両を分解して基板を取り出します。先ほどの LED を基板にハンダ付けします。この時、赤色のコードが手前側に来るようにハンダ付けします。ハンダ付けしたらここについているダイオードを取り除きます。この時隣にある LED を壊さないように注意して取り除きます。点灯テスト。良好。あ。おそらく LED の周りを絶縁し忘れていて基板を通らず直にダイキャストから電気が流れたのが原因と思われます。ってことで作り直し。余っていた室内灯から LED をいただいてきました。今回はしっかり絶縁してあります。点灯テスト。良好。あとは LED を破壊しないようにボディをかぶせて完成です。試しに点灯させてみましょう。これにて作業は終了です。ご視聴ありがとうございました。